私の心の愛する人たち、あなたたちの世界はあらゆる場面で戦い、混乱に陥るように条件付けられています。このコミュニケーションのタイトルを読むと、ほとんどの人は否定性の防衛機構であると認識するでしょう。実のところ、私たちはもっと素晴らしいことについて話しているのです。決して変化せず、常に利用できるものは、存在の最も強力な状態です。この真実には弁護の余地は全くありません。これは愛です。それは全ての生命によって理解され、素晴らしいものであると感じられます。自分が愛であることを忘れてしまい、愛が足りないと感じることがあります。この人生の周波数は、より大きな結果をもたらすために様々な形で現れます。愛のこれらの側面のいずれかがあなたの人生を通して流れることを許可することは、健康上の利点を最大化することによってあなた自身の体内であなたを安全に保つでしょう。この頻度により思いやりと論理的思考が可能になり、より良い関係が促進されます。より良いコミュニケーションと平和と解決を見つけるという約束があれば、愛は常に道を切り開きます。他人が理由もなく激しく攻撃するとき、この周波数は癒しの香油のようなものです。この強力なエネルギーの流れは、それらの統治国の視点を覆い隠す可能性があります。彼らの心と精神が、これまでに知られている最大の真実に対して開かれていれば、愛は最大の力です。最大の防衛線は愛に置き換わります。この光と幸福のエネルギーがあれば、この白昼夢を乗り越えるために他に何も必要ありません。これはあなたが高次元の領域に住んでいるという人生の馴染みです。これがあなたです。愛をあなたの最大の資産として捉え、これがあなたの人生にもたらす力に気づきましょう。あなたは誰かとお付き合いしていますか？はい、もちろんそうですよ。たとえ一人でいるとしても、最も重要な関係は自分自身との関係です。あなた自身の存在が、受け入れと優しさを受け入れるためのステップを教えてくれるでしょう。自分自身を愛し、自分自身を大切にしたら、あなたの人生はどう変わるでしょうか？あなたなら何を食べると思いますか？また、何が有毒だと思いますか？エンターテイメントとしてどの映画を選びますか？また、暴力や恐怖が簡単に提供される中、何を変えますか？友達が一人いますか？もしかしたら、あなたにはたくさんの友達がいるかもしれません。しかし、実のところ、一人の忠実な友人には、すべての価値があることを知ってください。心の中に、確信があり、誰かがあなたを支えてくれていると知ると、リラックスして愛が、強力な周波数で自分の中を流れるようになります。友人は、あなたに素晴らしい贈り物をもたらしてくれます。家族や、ペットはいますか？そして、癒しの毛布のようにあなたを覆う愛の巨大さに気づきましょう。最悪の日や瞬間を通して、あなたを無条件に愛してくれる誰かがいると、愛は本物であり、いつもあなたのためにそこにあるということを内に知ることができます。愛の目を見つめると、狂ったように見える世界でもリラックスして自分らしくいられるでしょう。確かに、あなたは自分の心の拠り所が自分の心の愛の中にあり、他人への愛で率直に表現されることを知ることができます。スピリットと光からあなたの人生を想像してください。あなたがあなたの物語の創造者であることを知ってください。視点を変えて、意識の中に現れるあらゆる側面が自分に役立つようにすることは強力です。これはあなたに敵がいないことを可能にする贈り物です。愛を隠れ蓑にして盾にすれば、厳しい言葉を笑顔に置き換えることができます。
かつてあなたを傷つけた言葉を笑い飛ばすことさえあるかもしれません。愛は真実です。重要なのは真実だけだ。エイイケマイエア。私はあなたをとても愛しています。